チャリティーの日ってあるんですよね。だから制服着ていかなくていいけども、その代わりにチャリティーにお金を払わなきゃいけないっていうのがあるんですね。で、最近私たち現金全くなくて、ボーディングのハウスなんだよね。ちょっと見せない方がいいと思う。本当？聞いてみようかな、学校に。いやいやいや、カバンの中身紹介しする。ちょっとカットしてね、カットして。はい、皆様おはようございます。今6時15分、さっと朝ごはんを作って子供たちを学校に連れて行きます。今日はちょっとリアとリコの一日っていうか学校の生活撮っていきたいと思います。でもその前にね、お味噌汁、最近やっぱりお味噌汁を食べて、リアはね、目玉焼きご飯、目玉焼きをご飯につけて食べるのが最近のお好みですね。1週間ぐらいこうやって朝ごはんを撮ってたんですね。全部音が入ってなかったの、超ショックで。モードがね、違うモードにつけしてたの、このカメラで。本当にショック。ちょっとボケてました。また朝はこんな感じでニュースをインターネットで見ながら食べます。ジアの好きなものは最近卵ご飯なんだよね。卵を上にかけたご飯なんだよね。リコは納豆だよね。納豆一箱食べるんですが、もう今ありません。今日、今週また買わなきゃいけません。お味噌汁ご飯、今日はキャベツとキノコのお味噌汁。ハリネズミちゃんが寝ております。初会合は早ければ今月中。カズマだって、カズカズに家買いたい。なんでカズ、今日カズも今日制服じゃなくていいの？でも必要ないんだね。最初の休みしかなくて、ずっと最高よ。じゃあ制服着ていけば、うん、でもそしたらダサいやつって思われたらどうする？どうでもいい。はい、なんかね、カズは今日よくね、チャリティーの日ってあるんですよね。だから制服着ていかなくていいけども、その代わりにチャリティーにお金を払わなきゃいけないっていうのがあるんですね。で、最近私たち現金全くなくて使わないのでね、チャリティーのお金もないという。で、リア、リコがトゥースフェリーからもらったお金をあげるっていう。なんで4ポンドお返しにならないの？お返しにならないの？お釣り1個もらえないの？あ、お返ししてもいい？髪の毛してあげるから。今からこのリコにこのカメラを渡すので。渡すな。もう外に行きたくないの、寒いから。 You coming, you lot? Yeah, yeah. It's gonna be late. But can you take this for a while? いっぱいね、物を持っていくものがあるんです。いいね。 Where are you coming? Yeah. Come on, it's quarter to eight. I can come now.Okay, let's go. Okay. Hi, Kazu. Nico, hurry up. Nico's putting a name down. 水を持って、でこれからリコにブログしてもらいます。うん、いただきます。My daddy, thank you. はい、ガザリア。死にそうやん。そうかな。ね、かわいいじゃん。リコいる。はい、待って、リコ持ちたくない。このカメラ良くないな。良くないの？失礼だな。くら。どのカメラでもこうなるよ。じゃあストップします。バイバーイ。で、今オリオちょっと一緒に持ってくれる。Which the United Kingdom has no control whatsoever. We are subject to laws here in Northern Ireland. ちょっと遅くなってしまいました。ダディが車の中で熱弁をしておりました。So, Mama, just to finish what I was saying about, yeah, okay. about the Northern Ireland issue. Okay. Most voters、just pay no attention to it.、Oh, I see. You know, the detail.、is something that most voters are just not interested in.
They hear a politician like Johnson saying it's a great deal to get Brexit done. Britain's the best country in the world. And too many people believe it. Yeah. ここはシニアスクールなんですけど、ここから歩いてプレップスクールが向こう側にあるんでね。でここにはね、いっぱいリスとかがいるんだよね。あの辺にいつもリス君がいるよね。あ、すごい。もういないかな。これちょっとね、重いので。トランペットが高いよね。寒いね。寒いね。で、あれがボーディングハウスなんだね。で、ここはなんかフォッキーコート。ちょっと見せない方がいいと思う。本当？聞いてみようかな、学校に。いやいやいや、もうリアがどのぐらいバッグを持ってるかお見せします。1、2、3。はい、トランペットと普通のカバンとスポーツバッグと、見てください、このこんなたくさん。重すぎじゃね。どうだった？今日トランペットとクラリネットできた？今にさ、前まで音出せなかったじゃん。うん、出せた、いっぱい。あ、本当よかったね。リアは？今日ランチ何だった？今日スペシャルデーだった。いつもこうやって学校が終わったら勉強しています。学校の勉強します。おやつを食べてね。まずカバンの中身紹介する？今したらやばいよ。ぐちゃぐちゃ、ちょっとカットして。はい、リアが今帰ってきて、でちょっとくつろいで今トランペットの練習したりとか、ちょっとさ、どんなものを持って行ってるかを見せようよ。じゃあ見せるよ。なんかバカン、最初は名前ペン。まあそんな使わないけど、まあ、こんな感じですね。そんな、え、見せる見せる。全部見せなくていいよ。100円かかっちゃう。まあなんか変な色で、のり、うん、学校では何を使うの？どんな一、もうほとんど使うのが、うん、これインクペン使うんだ。ファウンテンペン、うん、これ使わなきゃいけないんだけど、インクもない、うん、これなんか消せる。鉛筆は使わないんだ、日本人学校みたいに、うん、それとハイライターが結構何個か買えない。まあもっとあるけど、200個も、うん、まあそういう感じかなと思って。はい、わかりました。じゃああんまり鉛筆は使わないでペンだそうです、はい、学校ではね。リコはね、クラリネット。週に1回練習があって、その後で持って帰るんだよね。で、これなんか、モルトで音出さなくて。思われ、これはなんか、ヒストリー？いや、うん。なんか、面白そうだけど、面白そうだね。ノートとかはどういうのを使ってんの？先生からもらうの？学校からもらうの？それは何のノート？これはね、なんか、落書き帳みたいな感じ？うん、メモね。で、これはまあファイル、うん、教科書は持って帰るの？それとも持って帰っちゃう、学校で配られて学校のを使ってそのまま返してって感じ。へえ。で、うん、フレンチ。あ、今日宿題があるんだっけ。フレンチ、いいよね、ここ、うん、こんな感じでフレンチをやってね。来年からはスパニッシュを勉強できるんだよね。で、まあ、イングリッシュで、それで読んでね、読んで、リクエスチュー。で、このアパッタどこ？で、これがメモ帳とかプレプタより。もうほとんど。昨日さ、ね、リア、リコ、リコ、昨日さ、ママがあそこに置いて、その後リコが持って上がったんだよ。ママ知らないけど、自分が持って上がってどっかにやったんだと思うよ。で、持って上がった順調とママで、ママはそれその後で持ってないもん。怒ったじゃん。うん、だからリコは下に持ってきて、あそこに置いたの。うん、でも知らないそれ。ちょっとなんかお話しで、キャラペン。そう、なんかね、算数はもう計算機使うんですよね。で、今日の宿題は何？リア、今日の宿題はフレンチ、うん、だけ。あ、ミュージック、ミュージックいつも。こうやっていっぱいあるのね。うん、じゃあアートで、うん、
これで、これはもうできたものがここにあって、うん、でアクティビティは宿題がここにあるの、うん、でタップして、で、あ、まあ、あとでインボックスはなんか先生たちが、うん、コメントしたり、あのね、この名前がもう全部ぐちゃぐちゃになってたから、うん、で、あの、動かして、あー、それもう終わったんだ。で、今やる子で、今アクティビティでは何も、でもこんな感じで勉強してます。じゃあ宿題を始めようね、な感じですね。はい、ありがとう。ママ見て、皆さんさようならってよ。皆さんさようならということですね、はい。